今日はあの首相が靖国の方に参拝されましたけれども、はい、その受け止めをちょっと教えていただけますか。いや、僕はもうこのタイミングでしかないというふうに思ってますね。あの、僕は常々、ね、言ってきましたけども、やっぱり日本のために命を落としたね、まあそういう、英霊に、やっぱりこの敬意を表するなんていうのはこれ当たり前の話ですよ。まあその戦争に対する評価いろいろあるからね、対外的にその戦争の意味付けをこう対外的に話をするときに全部を全部正当化するなんてことはできませんよ。それは相手国だって命を落としている兵士がたくさんいるわけですから、それは言い方とかそういうことはいろいろ考えなきゃいけないけれども、しかし国内においてね、やっぱり今の自分があるのはあの戦争で命を落としたそういう多くの先人のそういう営みがあって今の自分たちがあるんだっていう、これはもう厳然たる事実ですからね。それどう評価するかは別として、だからそこにね、あの敬意を表するなんてこれは当たり前の話です。ただ僕はちょっとこれは維新の会の中でもいろいろ議論があって、僕の立場はもしかすると少数かもわからないけれども、僕はやっぱりそうは言ってもね、国民とかまあ普通の政治家とかだったらそれは永遠にやっぱりそれは感謝するっていうのはさ当たり前の話なんだけれども、でも一国の国家運営のまあ責任者になってくるとね、やっぱ外交責任というものも出てくるので、僕はやっぱりねそれは外交上の配慮は必要ないっていうふうにね言う人はさたくさんいるけれども、さ行政やればねそんな簡単にはいきません。行政やる責任者になればいろんな利害関係者がいる、それこそ韓国と中国のとの関係っていうのはこの靖国問題以外にもさ経済はじめね安全保障の問題から何から何までやっぱり隣の隣国とはいろんな関係がある中で、外交上の配慮を一切せずにね、一国の責任者が態度振る舞いを決めることができるかってそれはできないと思いますね。これはコメンテーターとか有識者とか評論家はね、外交上配慮するなってことは言い切れますけども、やっぱりそれは一国の責任者であれば日本なんて島国である以上は外交ってものも非常に重要だと思います。でも僕はね最近のやっぱり中国やだから安倍首相も外交の責任者としていろんなことは言われつつもずっと我慢をしてたと思うんですよ。これはねずっと我慢をしてた。でも最近の中国特に韓国のね、これは主権国家に対してはねやっぱ著しい侮辱発言の連続ですよこれは。でまた安倍首相がこのもうポンとある意味吹っ切れたところっていうのは今回の韓国に対するねPKO の南スーダンのねあの部隊に対して日本の武器輸出三原則ここからするとなかなか弾の提供は1万発の提供はできなかったにもかかわらず例外措置としてねさ韓国兵があれは危ないんですから、もう敵の部族とかそういうの囲まれてですね韓国兵銃弾持ってないわけでね、でそれを安倍首相は閣議決定、僕が東京に行って安倍首相と話をさせてもらった話をしたあの日ですけども閣議決定やってですよ、もうこれもそれは朝日新聞や毎日新聞からしたら格好のもう攻撃ネタですよこんなの銃弾提供したなんて言ったらね。でもそれでも韓国のことを思ってあれは閣議決定やって銃弾提供したんですよ。それに対する韓国のあの反応はないんじゃないですか。それはねこちらの日本の国内の事情とか政治状況とか見てあそこで1万発の弾をね、韓国軍の方に渡す、まあ、韓国軍という、まあ、PKO の、国連の指揮下には入ってますけども、まあ、それでも韓国軍の方にこう渡したっていうのはこれはねなかなか普通の政治家だったらできないことですよ。ビビっちゃってそれは。でもそれをやったでやったらねいろいろなその、こう行き違いがあったとしても礼を言うのは当たり前でしょそんなのは。でそれでねやれあれは日本は、今回のその弾の供与については政治利用をしてるとかね、挙句の果てにはあれは
韓国は日本に要請していない、国連を通じてね、国連に要請しただけであって、別に日本に要請したわけじゃない。それはね、いくらなんでも一国のその政治家で責任ある人で、それは首相になるとか、国を率いるということになれば、品格が重要だとか何とかが重要だとか言われるかも分からないですけど、そこまで言われて、やっぱり今までずっと配慮をし続けてきたっていうところ、ちょっと吹っ切れたところもあるんじゃないですか。僕はそれはすごい分かりますよ。やっぱり特定秘密保護法で、まあ僕はメディアの攻撃っていうのは否定はしません。それは権力に対するチェックとして重要だから、特定秘密保護法反対する、僕もあの形での成立っていうものは疑問ですから反対です。第三者機関というものをしっかり構築してから可決に持ってってもらいたい。だからああいう形での成立は反対です。でそれでメディアからも散々批判を受けて、さらにそれに追い打ちをかけるように、今回韓国に武器輸出三原則、あそこでは明確にペケだっていうふうになってる、どう考えても例外にならないっていう、まあ、それをあえて人道上の理由で韓国軍を助けるためにやった、これはとんでもない政治リスクを負うわけですよ。でそれに対するそれは韓国の反応はやっぱり一国の、ね、主権国家たる反応ではないと思いますね。だから外交上ずっと靖国参拝、外交のことを配慮してずっと慎重に見極めてきたところ、まあ就任1年という、1年でしたっけですか。で、そのタイミングを見て、まあもうやっぱりこれは隣国同士ってものはそうは簡単にはお互いにこう発展してきた、昔みたいに日本だけが独り勝ちしていた時代ではなくて、中国も韓国もどんどん成長してきて、何も日本だけが今トップを独走している状況じゃない。そうなった時には世界どこ見ても隣国同士は非常に緊張関係にある。そういう中でもう外交上の配慮で靖国参拝見送るっていうものはもうやめようと判断したことは僕は非常に合理的だし、僕もそう思いますね。ありがとうございました。幹事社から以上です。ABC の木原です。今の靖国の件の続きですが、そうするとこのタイミングでっていうのは、その韓国の PKO の直後のタイミングで判断されたことは適切だという意味ですか。まあ、それだけかどうかは知りませんよ。それは安倍首相 の判断ですからね。ただ僕もずっと、僕はだからそれは外交上やっぱりそれは外交の責任者としては一定の配慮は必要なんじゃないかというような考え方ですから、そういう僕の考え方であったとしても、この昨今の中国韓国防空識別圏の話もそうですけども、まあそれは向こうは向こうで言い分あると思うんですよ。防空識別圏については日本だけが設定して今まで中国がなかったどうのこうの、まあいろんな言い分があるにせよね、昨今のその中国韓国、特にやっぱり韓国のあの態度振る舞いとかそういうことを見ればね、この靖国参拝というものを外交上の配慮で控える、もうその必要性も理由ももうないんじゃないでしょうかね。だから僕はやっぱり外交上の配慮というものは一定必要だというふうな思ってるし、そういうことは必要ないんだってい もうとにかく参拝だという人もいるかもわからないけど、まあ、そうは言ってもやっぱり野党だったらいいけれども、一国の外交責任をトップはそうも言ってられないなという立場でこう見てましたけども、この靖国参拝というものに関して言えばね、もう配慮する必要ないんじゃないのかなというふうに思いますね。それはもう日本国内の問題だということで原理原則に戻って言い切ればいいと思いますよ。だってこれ参拝見送れっていう人は、じゃあこれ見送って今の状況自体打開できるんですかっていうことですよ。何にもこれ、打開できないじゃないですか。だからあれ参拝見送れ見送れっていう人たちは、見送ったら何かこういい関係になっていくのかなっていうことがあって見送れって言ってたと思うんですけどね。だって韓国軍を助けるために、弾をですよ、でしかもそのものすごい政治的なリスクを負って、弾を提供したのに、それは日本に頼んだんじゃなくて国連に要請したなんていうことを言って、これは日本の国として黙ってていいんですかね。まあ別にことさら喧嘩する必要もないし、何かこれを荒立てる必要はないけれども、協力はこれからもしっかりやっていかなきゃいけないし、北朝鮮問題を考えても韓国とはしっかり連携を取っていかなきゃいけない、
日中韓というものは東アジアの中でね、非常にこれはこの日中韓の安定というものは非常に重要なその関係であることも間違いないけれども、でも靖国の参拝を見送って配慮するということで何か日中韓の関係がこう安定正常化していくっていう、もうそういう状況ではないと思いますけどね。本当そのことをやればこの部分は中国韓国も引くとかね、日本がそこまで譲歩するんだったら韓国もここは譲歩するよと、そういう話でこうまとまっていくんだったら靖国参拝については何でもかんでもご了承するという態度振る舞いも一国のトップとしてはそれは控えなければいけないのかも分かりませんが、まあ、今のこの状況の中ではもう靖国参拝というものは外交上の配慮のをする、まあ、そういう領域の問題じゃもうなくなったんじゃないでしょうかね。もう靖国問題とは全く別のところでしっかり日中韓の関係を構築する、そういう外交をやっていけばいいと思いますよ。